そう、例えばですね、使う場所ってこれなんですよ。これテレサ像、正面から見ると消えちゃうんです。恥ずかしがり屋なんで正面向くと消えます。ということはどういうことかっていうと、くっついた状態で背中から行くんですね。うまいこと考えましたよ、これテレサ。さあ今度はこういうタイプです。このまま行こうとすると、うわ、こういう時に使います。あ、よし、いった。割とこれ難しいんだよな。何回かさ、黙ってミスってるからな。これでパール豆ゲット。さあもう片方をゲットしました。じゃあもう片方も行きましょう。おお、次はレッドパールも取ってくるんだわ。早く早く。さあいますね。こいつはね、何がぶつかってきてもまあ倒れないと、踏めばいいじゃんと思ってたんですけど、今までこいつに対して正面から激突すると倒れます。でこれでなんかクッパ軍団のノコノコみたいなやつが各地にいるクッパ軍団のノコノコみたいなやつをまあこうやってぶつかるわけですね。基本的にはまあまあまあ、これもね、もう原理的には行くぜー。いや、これギリギリいけんじゃねえかな。ほら、いけたぞ、おい。おい、いけてしまったぞ。正確に言うんだったら、タイミング見てこうなんですよ。今、いけちゃったけどね。いけるじゃん。いけるの分かった、ほら。いけてどうすんだよ。さあ、無事に2つ手に入れました。私、これ欲しかった。リラクゼーションどころかレッスンを教えてもらうことになっちゃいましたね。あれ、エレンとガンダムパーマル寝込んでるわ。じゃあ新しいアクションを使ってまずこのノコノコをどかします。で、この先に進めますね。ようやくクリスマスツリー見せてくれ。クリボッチの俺にクリスマスツリー見せ。あー、はーい。なんかおったな、わかんなかった。誰、誰、豆の子の子、赤の子だよね。はいはい、ちょっと割と普通に倒せるわ。はい、12ですよね。何をしに来たんだ。あ、ちなみにね、増えてますね、サンダーブロス BBB。 へえ、新しい技も増えましたね。 BBB、 ジャンプの一番高いところ、モンスター全体大ダメージ強い、範囲攻撃類似多いんだよね。ロックバックブロスにサンダーブロスにバウンドブロス。マリオにちょっと欲しいんだよな。マリオは範囲攻撃持ってないからさ。一回やってみる？噛んでいきます。はい、いきます。はい、うわー。なるほど。こういうことか。割とわかりやすかいな。判定がさ、厳しいのよ。なんだろう。はい、すいません。クリスマスプレゼント届きました。何だったか、ちょっとじゃあもう多分編集で画像載せとくね。まあ、クリスマスプレゼントみたいなのが届いてたわ。うん、これはね、行くぜー。なるほど。おーおーおー、走ってくね。あ、あれなんか懐かしい敵がいるな。これあれじゃないの？砂兵の、ね、デヘヘバレーにいたやつ。なんかいるぞ！ブーメラン豆ブロス、長い名前が長い。ハマ族。砂族じゃなくてハマ族だったのか、お前は。ブーメラン豆ブロスって何通長い名前してるんだ、君は。とりあえずハマ族は倒しとこうかな。はい、倒してブーメラン豆、あ、ブーメラン豆の方が遅いのか。じゃあもう多分これで始末できるんですけど、せっかくなんで君の攻撃を見てみたいっす。そんな長い名前してる君の攻撃見てみたい。来い、来るぞ。ん、はい。なるほどね。かっこいいじゃん。基本的に雑魚敵をさ、ワンバンで倒しちゃってるからね、いつもいつも。だからね、たまに攻撃見たいってなっちゃうわ。てかオフの時に見てるけどね、割とオフで経験値稼ぎしてる時は見てるんだけどね。
あ、鉄球だ。これあれだね、ダッシュ使われたらね、ダッシュ使わなあかん。いけ、ダッシュ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 、走ってー、ルイージ走れ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 、よし B、 こういうことが急に始まるタイムアタックやめて、本当に何すればいいか分かんなくなっちゃうからなんだ、おお、びっくりしたなんだなんだなんだ、え、はてらはてら出ててるさえ、どうすりゃいいの、え、これってどうすんだっけな、なんかあるんだよ、なんかでき、なんかできたはず、ハンマーかな、はい、あ、当たるんだハンマーなら、サメじゃんどう見てもサメなんだよお前、ハンドは、ハンドパワーは、はーい、ハンドも効くんだね、なんだ、うーん、うん、いたー、怖っしかも割と強かったまあ、ハンマーとハンドが効くと分かれば大丈夫。シャーク、やっぱりあいつサメだったのか、これ絶対あれでしょこの道は間違いなくあれだわ。オッケー、ルイジ頼むぜ。はい、多分敵出る、うわー、鉄球そこか、結構早めに、1、2、いけいけ、ルイジ走れ、うわー、よし、でまだなんかあるでしょ、まだふと増えてるから、スピンで向こう行ってだ。で、ルイジで B 叩く。鉄球出す。鉄球出す。出し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 。ルイジ走って、ルイジ走って、ルイジ走って、ルイジ走って。ルイジ走って、よし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 。こういうことか。忙しい、せわしいな。テレサ像だ。恥ずかしがり屋なんでね。背中から押します。背中から押す。すると道が開く。片方の道が開けましたね。多分もう一つ奥の方にも道があるんで、同じ要領でね、奥の方も解禁していきましょう。あ、踏めんの踏んじゃった。踏めるけどめっちゃ多い。え、踏むと反応する、うわーって踏むと反応するんだ。へえ、こいつの名前わからんままだけど、踏むと反応するんだ。よしよし、さあブーメランマメブロス、早速ねサンダーブロスで全体に行きます。いゆー、はい、いい、ぴょん、いぐー、あー、いいねー、気持ちいいノックバックでいい気がしてきた。お、テレサイバーがあるんで、このテレサイバーを背中から押すと、これでもう一つぐらいあるね。右側行ってないからね、なんだかんだで。じゃあ、結構長いね、謎解きがね。で、これでいけると。で、これに関してはまあ、言うことはないです。こうです。あれ？あれ、押せない？あれ、押せないと困るんだけど、押せるはずなんだけどな。あれ？システム上押せるはずなんだけど、あれ？おかしいな。あ、そうだよね。え、どういう当たり判定なの？あ、これで奥に行けるかな？じゃあ行ってみようか、一回。まだなんか必要かな？いますね。なんかいるね。ん？クリボッチに優しい。ヤドルフさん、ここはこんな感じでどう？うわー、これが12月24日見た俺のクリスマスツリーか。本当にクリスマスツリーみたいになっとるやんけ。おお、なかなかのセンス感じるかね。いやいやいや、クリスマスツリーになっちゃったよ本当に。なんだね、君たちも飾り付きの手伝いに来たのかね。ノーぬ、赤い服、そしてヒゲといえば何、もしやサンタクロースかね。いよいよね、そういうことか。矢野さん、どうしたの。あら、あなた、よく見れば赤い服にツヤツヤのひげ、もしかしてそのジャンプ、やっぱりキノコ国マリオだわ。キノコ国マリオがいるわ。飾り付けなんて出てばじゃないわ。あー、そうなっちゃったのか。人気、ちょっと待って待って、ルイージはルイージがあのジャンプ素敵だったわ。後でみんな自慢しましょう。ルイージ、
飾り付け。ん？あなたマリオの連れよね。まあそうですね、ルイージです。ちょっと待って、緑のクリヒゲ、もしかしてお留守番で有名な。ルイージ？ルイージ名前知れ渡ってよかったね。これ俺よ、あなた、いけんのは年いくつ、性別は。まだおかしいでしょ、聞いてることがおかしくない。クリスマスツリーが起こっとる。あー、もうチミーラのせいに飾り付けができ、チミーラ邪魔するだけな、うるせえがな。割と珍しいですよね、操られてない状態の敵って珍しいね。なんか操られたりなんかさ、魔の手にかかった敵ならわかるけど、この手のもう欲しい将軍しかいなかったよ。あとなんか他はそうだよね、操られてなんか自分の意思でさ、もともと善人なのに敵対するのってさ、こういうの珍しいんですよね。スタービーズにあって、あ、待って、ヤドル三世、右のハサミ左のハサミ、ヤドル三世、どこだどこだ、ヤドルフ三世から言っていい？待って、新しい技増えてるね。ファイアブロス。あー、エーレンダー。なるほどね。ちょっとやってみましょう。いきます。エーレンダー。いけ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 。うわー、B。なるほど、こんな感じ。へぇー。あ、それ怒るよね。うわっ。はい、なるほど。攻撃された時はそんな感じで、全体攻撃しように、サンダーブロスでさ、全体でハサミごとやっちゃおうぜ。いくよー、 B、 はい、 B、 頂点、ハサミごと無理かな。あ、さすがに110以上は耐久あんだ。あー、いた、ふっどん。なるほどね、タイミングよかった。殻にこもった、え、なに、右になんかシューって今なんか出てたけど、殻にこもって HP 回復とかできんの。とりあえずハサミ攻撃していいかな。ハサミ集中攻撃しましょう。じゃあ、待って、でもノックバックブロスやっちゃうもんね、全体ごと。普通のノックバックブロスで、はい、 B、 よいしょ、はい、こうするとどうなる。あ、怪我をして使えなくなるんだ。なるほど、じゃあ壊す必要性は一応あると。じゃあ右のハサミをいきます。はい、ぐる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 ー、はーい。284、これで本体だけになったよ。本体だけになったらノックバック打っていいよね。いきます、 B、 よし、レッツゴー、 A、 2、3、4、5、6、7、せーの、はい、だいぶ出るね。スタービーズ上に乗せてるやつ、こんなに攻撃していいもんかね。なに、あ、なんか気が散るやつがおったんよ今。いや、猛毒つろ、いや大丈夫、これスーパーキル食うだけでいい。あのハサミの、あのなんか、あの横通ってくるあのハサミもなんかヒントあるな、多分。多分それがに気づかなかったわ俺今。クラウドダメージが猛毒で50はやばかったの今、びっくりした。バウンドブレスで、スタービーズにはちょっと悪いけど、 A、 B、B、よいしょ、230出んのか。あ、なんだ、カニが通っていく毎回。え、これの時ってどうすんの、殻にこもった時って何か出すのあんのか。ツリーってもしかしてさ、この飾り付けってもしかして燃える、いける、いきます、もしかして、うわー、うわー、4、全然出ねえな。そういうわけじゃないのか。あ、怒ってる怒ってる怒ってる。あ、やっぱ燃えたんだ。大事な飾りに何するがね。やっぱそうだ、そうすれば出てくるんだ。でも怒ってる怒ってる、やばいぞ。この位置で仕留めたい。この位置で仕留めれるなら。右のハサミになっちゃったな。てか、ハサミごと治ってんじゃん。やべ、ハサミごと治ってる。やっちまった。ハサミ治ってるの見てなかった。これどうなる、本体にも攻撃しちゃったしな。ハサミは一つどうなる、よし、ハサミ一つなくなってる。はい、オッケー。うわっ、3回、4回、
何回すんだ、4回もしやがったのお前。4回も攻撃するなんて聞いてねえぞ。じゃあ壊すか、ハサミ壊します。はい、行くぜ、高速大回転、せーの、あーい、ボーン284、うん、あ、そうか、これ両ハサミ壊すと潜っちゃう性質があるの、それとも両ハサミを壊すと潜る性質があるってこと、多分そんな気がしてきたな。じゃあ片方のハサミだけの方がいいのか。やばいやばいやばい、ずっと回復する、燃やすか、とりあえず燃して、でもやり方は分かってきた。うわあ、よいしょ、とりあえずもうこれで燃やして出てきてもらって、ハサミはその片方だけ、じゃあハサミ壊すか、片方だけでいきます。そうじゃないと多分ずっと終わんね。はい、よいしょ、ああ両方だよそれ、まあいいか、あでも今本体いける、本体いける、本体いける、どうしよう、本体いける、チョッパブロス、チョッパブロス、最強さチョッパブロス、ご挨拶だ、はい、はい、よしよし、よし、いけいけ、おーいやーよし、いたすげえ耐久に果てたボスだったな。ゴーゴー、まあエドロスさんたら乱暴なんだからごめんなさいね、私たちが悪いのに。ところであなたたち、ここに何か用事があってきたんじゃないの。スタービーズがさ、そのまま無事なのすげえな、こんな激戦したのに。え、貝殻ついてる豆、あの豆ってそんなに大事なものだったの。そうだよ、スタービーズに飾り付けたらダメだよ。ですってよ、ヤドロスさん。そうだったのかね、じゃあ仕方ないがね。そのままもらえるかな、ちゃんとすぐもらいなさいよ。やった。スタンビーズのかけらを手に入れた。残り3個。まだまだこれから。うるせえ。うるせえ。せっかくお前飾り付けたのに。私も頑張ったのにね。なんでサンタクロスみたいになってんの？あら、もう行っちゃうの？うんうん。ゆっくりしていけばいいのに。スーパースター忙しいね、きっと。カイナ、こっちが近道よ。ありがとう、じゃあ。ルイージもさ、に、あの、死にされててよかったね。なんか、珍しくルイージの名前をちゃんと覚えられてたもんね。